すんげえハーレム状態。またまた河川敷エリアにやってまいりました。もう河川敷しかないようなって感じやん。山行ってもまだ早いし、かといってその辺のクヌギだともう取られていないと。なのでちょうど河川敷の方がいいんやけど、この河川敷に関してはちょっとね、最近あの工事が行われてるんですよね。この奥の方なんですけど、で全部これ伐採されるという話になっているんで、今のうちにここからクワガタをできるだけ捕まえて、で別の河川敷、もうちょい下流の方にもう少し広大な河川敷エリアがあるんですけど、そこに逃がしに行こうかなと思ってます。これ柳の木ですね。柳の木にも一応いるらしいんやけどね、なんかいそうな感じのはな、ありますけどね。ここよく見たらいますね、クワガタ。ほら、柳の木にコクワがいました。すげえいそうな感じやで、ここめっちゃいそうや。いるんちゃ、ここ。まあいても取れないから、めっちゃ上やな。でもこういう木まで倒されるとなると結構厳しいよね。せっかく見つけたのに。河川敷ポイント一応蹴ってみます。落ちてきた。あ、ノコギリクワガタですね。小さいけど、小さいノコギリクワガタが落ちてきました。あそこめっちゃいそう。めっちゃあれってクワガタじゃん。めっちゃめっちゃでかいのいる。見える、超巨大平田クワガタっけ。でかい。うお、出た。一発で出た。一発で出たぞ。でかい。ほら、いましたね。オス一匹だけ。でもでかいね。やっぱ河川敷すげえな。河川敷いるとこにはいるやん、でかいの。ただこんな茂みの中に入らないといないということや。これは柳の木ですね。柳にもいるやな、このでかいの。これでもあの新生虫ではないので結構弱ってるし、ダニもめっちゃいるな。これダニめっちゃいる。ダニがでかいけどね。でもこのサイズ普通にいるやな、河川敷エリアに。あ、ここにいましたね。こういう柳の木なんですが、結構ウロができていて、そのウロの中にいました。こうスズメバチがいる。巨大なスズメバチがいる。ニレの木。やばいやばいやばい。蜂もいるが、クワガタもいる。蜂のいるところクワガタあり。ちょうどここにいますね。木の枝に隠れている。蹴ったら落ちてくると思いますが、その前にこの間近にスズメバチがいました。ちょっとやばいですね。めっちゃ近くに来たやん。やば、刺されそうや。向こう行こうか。ここすごい蜂が多いので、ちょっとやばいので別のとこ行きます。この間の平田がまだいます。でかいね。メス何匹おんねん、これ。ハーレム状態になってるやん。
メス2匹なんかメスが増えてハーレム状態になってる。ハーレム状態やな。でかいオスのいい場所にはいいメスが集まるってことやね。だから全然関係ないやつも集まってますね。こうメスのフェロモンに釣られてチビも集まってる。メス3匹いますねこれ。凄まじいハーレム状態やな。ハーレム状態作り出してんのこのオス。見てこれ、すんげえハーレム状態。多分オスに守られているけど、メスはちょっとでも挟まれた跡ある。ここここ見て、ここほら、このちょっと剥がれた中にいる。さすが平田やな、こんな中に入ってますね。書き出し棒これむずいな。ケツからこれ書き出すときはケツから棒を突っ込んでケツから押し出す。ケツから外に押し出してやると嫌がって出てくる。頭から突っ込むと頭の方をほらこうやって穴に戻ろうとするのを阻止すると取り出せますね。これ新生虫かな。はい、これ新生虫かな。結構いい平田ですね。あ、逃がしたか。もう隙間に入んの好きやなこいつ。隙間から取り出す。結構手強いな。はい、この木結構すごない？なんかめっちゃクワガタ集まってるね。やっぱフェロモンなんかな。これも平田だと思いますね。平田でしょ多分。ほらチビ平田や。このでかいメスのフェロモンに集まってんだ。メスを守ろうとしてる。やばいぞこいつ、強いぞ。こう平田のメスの方がね、やばい、落ちた、下に落ちた、やばいやばいやばい、下に落ちたぞ。下に落ちてどっか行ってしまったな。逃がしてしまいました、ね、よいしょ。なんか他にメスいたけど逃げられましたね。逃げられたてか、なんかポトッと落ちてどっか行ってしまった、まあ、そこまででかくないな。よく考えたらさっきいたやつの方がでかいですね。ダニまみれのやつ、まあ、いかにも河川敷に生えているのがこういうパターンね。こういう超巨大な柳、まあ、鳥の巣になってたりするんやけど、鳥の巣になってたりするんやけどね、まあ、こういうところにアクセスするにはこういうヤブコギが必要になります。ヤブコギをしてまでこの根元に行ったとしても何が取れるかっていう話。別方向から行ったら行きましたよ、根元の方。まあ、行く価値あんのかちょっと微妙やけどな。一緒見てみるか。なんかこういうとこ行きたくねえんだよね。瓦礫の山だし。あー、ぶねえ、足が埋まった。ひでえ、これは行かない方がいいぞ。これ全部瓦礫の山ですね。足埋まる足埋まったってマジで。足が埋まってしまったぞ。こういうところに足突っ込むとマダニが
しれっとへばりついてたりするからな。これがニレの葉っぱ。あの特徴的なのがこれですね。このなんていうか桜っぽい葉っぱなんやけど、小粒の葉っぱなんですよ。が密集してる感じ。はい、というわけで捕まえてきた人型見ていこう。さっきも3匹だけか。やっぱり河川敷って結構ワンサイズ小さいんかな。山エリアよりやっぱ小さいですね。山エリアもっとでかかったからね。まあ、メスはこんなもんですね。メスはアベレージサイズやけど、オスは、まあ、でかいのでもこれぐらいやから。山エリアもうちょいでかいからね。でも個体数は結構多かったですね。まあ、誰も取ってないからっていうのもあると思うけど。次回はさらに下流の河川敷エリアを攻略、探索してみます。